ップはゼッケン244番梶原さんの3305グラムです。さあ岩瀬さん、どうでしょうか。3本のウェイト3305グラム超えることできるでしょうか。あ、のっけからいい魚出てきた。さああと2本どうでしょう。お、同じようなサイズ、ちょっと色の薄いバスですね。さあ違うライフェルから最後の1本どうでしょう。なんかでかそうな気配が。お、正解、ナイスイッシュです。拍手お願いします。さあ3本カゴに入りました。はい、岩瀬選手金メダル出ました。3679g、 逆転です。トップに立ちました。おめでとうございます。さあ大石選手、なんか昨日連れてた感じなんですけど、全然教えてくれませんでした。全く何も、それだけ自信があったんでしょう。ちなみに私のボートがトラブってる時に近くに寄ってきてくれたんですけど、私が忙しくて何も答えられませんでした。さあ1本、2本はちょっと控えめなサイズでしょうか。暴れております。3本目出ました。サイズアップしましたね。果たしてサイズ順に出してるのかどうなのか、捕まった順と本人言ってます。あ、4本目5本目一緒に出てきました。出ました、超えました、5264g です。拍手お願いします。さあパワーポールのついたボートでここで賞金稼いでパワーポールもう1本いくんでしょうか。桐山さんのボートは2本ついてたよ。桐山さんのボートあ、1本目ちょっとさらっと、2本目アトラズのサイズですね。3本目出ました。4本目こっからだとそんなに大きく見ないんですけど、あ、そうですね、奥田選手体大きいので魚が強く近づきました。最後出ました、ナイスタイです。おお、2グラム差超えました。
5266g です。さあ、沖原選手、このボートに乗ってからは初のトレラウェイン。前はレンジャーでしたが、チーターに変わりました。さあ、1本目本目からのサイズだと、これはちょっと期待できそうな。ああ、ちっちゃいって言ってるけど、同じぐらいかな。なんか、あ、これでサイズアップしましたね。おお、一気にサイズアップです。なんか暴れてます。ちょっと大きくなったかな、さっきより。でもいい魚ですね。さあ、出ました。 5420g です。暫定トップに立ちました。去年が2番なので、あと狙うのは1番しかないんですが、第2戦で最後のトレーラーメインとなっております。いいサイズ、ちょっと黄色い魚が出てきました。さあ、ポンポンポンといい魚出てきてます。お、揃ってますね。毎回取るからね。2本1本出して、おい、2本お、逃げないんじゃないの。さあ、最後2本同時に出るようです。おっ、おおおおこれはでかい、これはでかいの2つありました。でかいよ。なんか相当重そうだ。おお、ぶっちぎりです。6760g です。